で1年に電動カーボンです。私たち人権擁護委員は船をなくす運動に全力で取り組んでいます。なでしこリーグ後半戦、黒星が続くくのいち。5ヶ月ぶりの本拠地での試合でいいところを見せようと序盤から攻め込みます。前半のフリーキックのチャンス、惜しくもキーパーに阻まれます。そして前半25分でした。左サイドのセンタリングを頭で合わせられ先制されてしまいます。これに対してくのいちは必死の反撃を見せますが、後半32分のコーナーキック、勝ち越しのゴールを許してしまいます。最後まで攻め続けながらゴールが遠かったくのいち、リーグ戦4連敗です。まあ、これからちょっとどういうふうにこうチームとして練習取り組んでいこうか、こう自分自身も少しこう悩むようなゲームだったなという感じです。